か。さあ、これ。これは5万枚ほどだ。なんだよ、実況は。恥ずかしいな。恥ずかしすぎ。まあ、いいでしょう。まだ。当たらないと。分かってない。まだ分かんないですね。スペシャルに入る。さあどこへ入る。最初は終わったら面白いけど、まあ、そんな最初で終わるわけない。カッコクラグ。よかった、クラグはなくなりました。ありがとうございます。でもちょっと早く決まってほしいな、できれば。そして跳ねる。おお、危ない。跳ねる、跳ねるはぴょん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 。こうやって。だけどボールがゼロ。さあどうする。もちろん当てるよ。当てなきゃ意味ない。そう、ボール返ってこい。よし、よく返ってきた。やばいな、ビンゴあと一つ。正直言ってビンゴは当たってほしくない。いや、来てほしくない。ボールは揃うだろう、きっと。一個ぐらいボール返ってきてよ。あ、ダメだ、耐えた。あとポケットは半分。さあどこ入る。そして耐えて25へ行く。そしてポケットはあと3つ。そう、そのうち2つ入ればスーパージャックポット。チャンスの、その前にね、プレミアムが溜まったんで、もちろんネクスト。おー、危ない危ない。そしてさあどうする。残りは3つ。できればこのままあのジャックポットのところは避けて入ってほしいところだが、どうだ。これは大丈夫。 OK。 そうそう、あと1つ。そしたらスーパージャックポット確定。スーパージャックポットチャンス確定か。さあそして運命の1投です。さあどこへ入る。あの25に入れば OK。 うわー、なぜいつも最後はこう入る。一番最悪なパターンやとなってくると、そうだ。このまま行くとまずいぞ、これ。ほらね、最悪なパターンでしょ今のが一番。
正直言ってもう動画やめてもいいと思うんで、の絶望感。だけどね、奇跡ってものがあるだろ、まだ多分次のプレミアムでなんとかなる。それでなんともならんかったらもうちょっとどうしようかと考えるけど、まだジャックポット宝箱も当たる可能性はまだある。それも信じれば、それを、あ、ちょちょ、やめろやめろやめろ、うわ最悪。あれビンゴしたし、でも200だけでしょ、ビンゴして。確かにこの200枚でプレミアムはたまりそうだ。よし、ボール外れたし、まあね、ネクスト確定できるから、よし。となるともうあとは、おっとプレミアム来たぞ、プレミアム、さあ来るのか。お、いきなりプラスに、これはいいぞ。そしてあと5球になった、厳しい。だけどタイミング的にはどうだ、あーこれはいいぞ。いや、よくねえよ。うわ最悪だ、25。うわ最悪だ、視聴したい、リーチしたなら当たってくれよ。一発で来る、本当に来るか、これ来たら最強。わあ、まあ奇跡ってものがあるからな。待って、ふざけんな。まあまあ相当ネクストはね、やっぱり来ないなわけないでしょ、来るよ。
なんで今バックした？バックっていう機能はないぞ。おっとすごいぞ、まだ25しか入ってない。逆にすげえよ、2でも外れるんだから。スロットどうなっとるんやけど、大丈夫かな。ボール来て、お願いします、ボール来てください。逆に次25入ったらすごい。もうザコード来た。さあどうぞ、ここで当ててほしいところだ。嘘でしょ、なんでこんなあっさり決まるや。ジャックポットの時は弾いて、なんでこのどうでもいい100とか200の時だけすぐ決まる。おかしいよな本当に、マジで。そういう風になったんだろうな、中の設定で。この低確率当てるのが、あ、ダメだ。あー長くなりそうだ。あ、入った、よし、2球で入ったか。 OK、 あ、タイミングやばいな、これ。うわ、タイミング、うわ、最悪だ、ずらされた。なんで今、普通だったらこれで曲がるのに、なんで直線いった今。さっきから軌道がおかしい、本当に。と思ったらプレミアム保っとったから、もうこれで当ててくれるよ。よかったよかった、救いだ救いだろ。それだけじゃねえ、まだ来るんだよ、可能性はある。100に入れば次どこ入る。厳しい、もうもはやもう打つ手はないのか。だがボールは返る。とても一球では入らないようになる。
まだだ、ボールは死んでない。さあどうだ、さっきも2球で入ったんだ、2球で入ってくれるはずだ。よかった、ボールでなんとか救ってくる。よかった、今日ボールで払い出しが2倍で。お、まさかのダイレクト。ほら、見たでしょ、今の。ほら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 、おかしいでしょ、今の直線の入り方は。で、さっき見たでしょ、ゴールドジャックポットのとこ、いつも入っとるでしょ。なのになぜか弾いたでしょ。出すりゃ、これゴールドジャックポット1枚いくぞ。さあ、ジャックポットからのジャックポット。さあ、どこかで。よーく見とって。さっきはここで入った。ほらね、全くタイミングずらさないでしょ。なんかおかしいんだよね。何か仕組まれてるって感じがするな。やっぱり。何十時間かやってると、なんか少しずつ分かってくる。うわー、ビンゴスイッチかよ。もう何だよ、いらねえ。意味のない回転。まさかの2連続10。225分の1、多分。はい、どっち当たる？プレミアム、プレミアムだろうな、多分。いや、スーパージャックポット、どっちやろうな。もう当たる前提でいいからね。聞いてません。100なんて聞いてねえぞ。さあ、ボール4つ。ボールの逆襲。そして帰ってくる。そしてまたボールが増える。そして帰ってくる。そしてボールが増える。まあ、一発で入ってくれればいいんだけど。入れ、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 入れ。入れ。ん？ああ、うわ。コメント来たね。あの、ベッドゲームやると増えますね、やっぱり。まあ、コツコツ俺はベッドゲームで貯めたからね、メダルは。まあ、次入るから。入るって言えば入る。でも入らんって言ったらもう終わる。でも入るって言えば入る。どこに入る？最悪な場所やねんか。さあ、ボールゼロ。でも次はなんかボール揃いそうな予感がするんだよ。
うわなんか惜しいな、さっきから。そうだ、奇跡ってものはまだある。もちろんさっき真ん中がスーパージャックだからドリームスーパージャック逆いらん。ジャックプレミアム、おう、まあプレミアム、まあいいっしょ。いやー25位だね。25いらねえ、パート2。そうそうそう、前の奇跡だ。そう、奇跡も何もねえよ今のクソ。奇跡ってものは起きないのか。いや起きるもの、いや起こすんだ自分で。そう、プレミアムの後はプレミアム、2連続っていうのが決まっとるから。さあその予感は当たるのか。うん、ここまでは。本当に来たプレミアムからのプレミアム、本当に来た2連続。まあまたチャンスくれたってことでしょ。よし、いや、マジか、あと6回になった。こんだけありゃ、早い、ちょっと早い今のは。振り出し戻った。これで今度は遅い。よし、増えた増えるのはいいけどさ、来て。あ、次入った入った入った、ほらなんか予感がした。で次もなんか入る予感がする。いやー曲がってよ、あと2回。また増えた。あーすいません。あー初期値はやっぱりゴールドジャックポット当てないとまだ設定できないからね。やばい、そうなんだよね、ここが一番問題なんだよ。まあ別のアプリでまあメダルパーティーっていうのあるんですけど、そこでまだ未だにゴールドジャックポットが当てれなくてね、困ってるんですよそれ当てないと本当ジャックポットの初期値っていうものが決めれないんだよね。いやー奇跡信じたんだけどな。よし、入った。やっとだよ、もう。待たせんなよ、本当に。いや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 。はい、コメント返したいけど、あー、くそ。本当来た瞬間コメント返したいんだけど、今撮影中だからな。とりあえずプレミアムが溜まったんでやっていこっか。まあさすがに、まあさすがにね、うん、
だろうね。そうだよ。すごいね、さっきから。よく来るよ、今日。できれば100が良かったな。入るんだってさ。よし、あと2回のうちに。そうだ、増えた。はじかねえか。難しいね、やっぱりメダルゲームって。ほぼほぼ運だからね。そろそろボールが2連続くらい。でもこれからボールがめっちゃ当たると思う。そんな予感がするんだ。また帰って、戻った。あと、どうだ、穴はいくつだ。わかんないとこで入る。はい、始まりました、終わりましたってやつじゃないよね。よし。はい、始まりました、終わりましたってよくあるから。前飛べ、前。よし。カカカカカ。どこまで続くかな。おっと、75ポケットに入った。まだ死なない。まだまだ400超えた。平均はこれ175。ああ、そして425、450、エンド。終わりかよ。ありゃりゃ。まあ3、4連続ぐらいでネクスト入ってるから、次はやっぱりあれだよ。ネクストだ。そのうちボールがめっちゃ揃うから、それで狙うしかない。ほら、やっぱボールが来た。
あといくつ穴は、1、2、3つか。あと2つ、奇跡の穴まであと1つ。そしたらスーパージャックポット確定、チャンスね。その前にプレミアム、そこでスーパージャックポット来てもいいんだけど。これ初めて来た。ネクストを弾くようになるよ。待ってはならないと。そして耐えてきたボールも、でも戻ってくる。さあ、運命の一投パート2スタートする。ここで入れば75に間違ってネクストは入らないと。なんで入るのかな、嬉しくねえよ。あ、マジか、マジっすか。嬉しくない、なわけないな。当たるもん、そりゃ挑戦するよ。しなかったら動画つまんねえよ。するよマジで。でもどんな結果か分からんけど、ここ何連続か当ててきてるけど。あ、マジか。すいませんでした、当たりました。今日またメダルパーティーっていうので、シルバージャックポット1700枚だったから、これの約17倍と価値がある。まさかのスーパージャックポット狙っとったんだけど、まさかの最後ね、最後あと2球でそこでジャックポット入ポケットに入ってしまって、あーもうダメだなと思った時に、まさかそこで来るとはね。ジャックポット、さすがっす。今から元忘れた。よかったよかった。どうだろうな、まあ、あとはもう払い出し動画なんでね、まあ、ここで終わりたいという人はご視聴ありがとうございました。でやっぱりね、払い出し見たいという人はまだ楽しみください、お楽しみください。でもさ、ゲーセンで 17,596 枚ジャックポットが当たるってそうそうないよね。まだ今年が、や今年何枚当てた最高。まだ3928枚でしょ。3928枚かも。本物のメダルゲームだったの今年。まだまだだな。もう最近ゲーセン行けてないし、金ないし。行く暇ないし、あ、行く、まあ今日暇だったけど、ね、外出たくなかった。どうだい、これだけ話してまだ13,800あるのか。写真だけ撮っとくか。わあ、これは、くじやな、そうだよな、言った人バカやな。
白すぎないんじゃない、なぜかっぽく見るって言ってた。あー、こんなにベタベタってそういうことあるんじゃねえよ。今日日曜か。明日からまただるいな。学校っていうね、最大のね、敵がね、あるから。初めてじゃない。初めてじゃないか。一日にこれで、今日出すのこれで3本目か。まあ今から出すけど、これで3本目か。初めてじゃないか。久しぶりか。一日に3本出すの。最近毎日投稿できてないかな。で、てか、なんかできないな。最近毎日投稿。一応このゲームやってるはやってるけど、ジャックポット当たんないでボツになるっていうパターンが多いからね。2時間も3時間もやって結局何にも当たんなかったそれで終わるのがちょっと2日に1回ぐらいあるかな。それなければ毎日出せるんだけど、そろそろ曲変えるか。しばらくちょっと黙っときます。ちょっと焦る時間見るか。
話しきた。2008、2007。よし、払い出し終わるね。もうちょっと。うわ、ちょっと、うん、あれ、プレミア、あ、そっか。今度強制溜まるんだ。じゃこれだけ見て終わろうか。これでネクスト来たらすごいけどね。本当に来たよ。まあってことか。よし、 OK。 はい、てなわけで今日当たったジャックポットは、まあ、シルバージャックポットでしたね。といってもダブルアップ成功してね、めっちゃ当たったな。で、今どんな感じだろう。持ってるメダルが1322239枚か。ほんでこのゲーム34時間33分やってるか。ほんでゴールドが少ないね。ゴールド当たったの11000枚で、シルバーが17596。今日当てた枚数忘れたけど、これぐらいだったかも。で、プレミアム、前当てたやつが14,475枚。で、スーパージャックポットが27,502。これね、2倍だったんだよね。ほんで、ゴールドジャックポット2回、シルバージャックポット3回、プレミアムジャックポット3回。で、スーパージャックポット2回か。結構、まあ、それぐらいか。スペシャルがね、難しいんだよ。750枚しかない。あ、なぜか、そこら辺は知らん。よし。まあ、てなわけで今日はまずここまでです。まあ、よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。まあ、本日もご視聴ありがとうございました。また今度。バイバイ。